お話によると、ここは修善寺という歴史ある真言宗のお寺。今夜、ご住職はたまたま瞑想に入っていたが、修行僧も普段は夜寝ているらしい。しかし、それはそれ。と、松潤が切り出した。ちょっと普段その気が弱い部分がありまして、最近打たれたいなっていう思いがあって。滝ですか？滝ですね。本当ですか？やっぱり来てよかった。滝はすぐそこだ。しかし、ここは由緒正しいお寺のお滝。入るときは特別な作法があるという。そこで。なんだ？ノーマクサンマンダーバザラダンカ、ノーマクサンマンダーバザラダンカ、ノーマクサー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 マンダーバザラダンカ。滝に入られるんであればね、しっかり身を清めるという思いでね、入ってください。はい。身を清めるというよりは、激しく打たれるイメージだが、とにかく準備完了。いよいよ滝に入る時が来た。マジ男だよ、これ。ドキドキしてきた。すると、え？何これ。これは勘違い。お滝とは瞑想などの修行の前に修験者が身を清めるための場所だった。男らしい滝修行のイメージに盛り上がりすぎた松潤、思い違いに呆然。しかし着々とお滝の準備は進む。前中の珍客に対してせっかくのご厚意、ここは身を清める思いでお滝に入らなくては。すると、陰虚土砂大神熱在善冷たいの、マッチ冷たいよ。そしていよいよ、どうも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 、大丈夫ですか？ノーマッサーマンダーボサルダンサー、ノーマッサーマンダーボサルダンサー、ノーマッサーマンダーボサルダンサー。ごめんね、なんか余計下手に。大丈夫です、リパルマンです。でも確かにマジ清められる感じがある。